それは突然のことでした。いや、この始まり方が突然なんだけど。前回の動画を見て、私はあることに気づきました。ねえ、この雰囲気やめない？さっきから怖いんだけど。まさかあんなことが起きるなんて。背景がまさかだわ。さっきから目線が怖いんだよ。それでは、実際にその出来事を再現するため、現場に行きましょう。もうやだ、何が始まるの？問題の現場はこちらです。え、ハムスターとハリネズミたちじゃん。何の問題もなさそうだけど。一見何もなさそうに見えますが、ハリネズミさんを肩に乗せるとそれは起きるのです。お分かりですか？すまん、全くわからないんだが。実はこのハリネズミさん、おう。肩に乗せるとちっちゃくなっちゃうの。え？いや、たったそれだけ？それだけです。このサイズも可愛いよね。おい、私の緊張返せよ。現場からは以上のようです。まったく、最初は何事かと思ったんだぜ。いやー、気づいたらつい痛くなっちゃって。ハムスターのサイズは変わらないのに不思議ですね。多分元の大きさだと肩に乗らないんだろうね。そして前回レース場を作ったから、マップの更新しないとね。私たち忘れっぽいから、こうしてしっかり更新しないとね。建築の度に更新すれば、漏れもなくなりそうですね。まあ、最近あまり建築してないんだけどな。馬さんの後輩ダメージが、まだ引きずってんのかよ。よし、オッケー。なあ、霊夢。うん。この辺すっごい気になるんだけど。あ、やっぱり気づいちゃった。これは埋めましょうか。はーい。さあ、次の作業だ。ちょっと待て。前回視聴者さんから、こんなコメントいただいたんだぜ。ハムスターレース、スイッチをした時いたレーンが一番速いのは当たり前ぜ。え、どういうこと？餌を持ったレイムが2レーンに立ってたから、2レーンにいたクロちゃんが優勝した、ということですね。うむ、つまりは出来レースだったということだ。そんな。これは疑いを晴らすためにも、もう一度レースするしかないね。疑いが晴れればいいけどな。決定的証拠になったりして。大丈夫だよ。実際真ん中が一番近いから、可能性としては十分だしな。多分、大丈夫だよ。だんだん自信なくなってるじゃねえか。とりあえず植え替え作業も終わったし、暗くなったから一休みね。完全に動揺してますね。だな。さあ、疑いを晴らすために、もう一度走ろうか。疑われてるのは、霊夢の建築のせいだけどな。それで、今回のメンバーはどうするんですか？とりあえず疑われてるクロちゃんは確定で。いや、疑われてるのはあなたですよ。次はルナも走らせてあげてってコメントいただいてたから、レムとルナを入れ替えます。どうせメンバー変えるなら、配置も変えてみよう。ということで真ん中はクロちゃんじゃなくてルナ。3コースがクロちゃん、そして1コースはスター。前回もスターが1コースだったような。言うな、多分テンパってそれどころじゃないんだぜ。よし、これで準備オッケー。さあ、それじゃ行くよ。なんか変な緊張しますね。さあ、おいで。誰も来なくて草。え、どういうこと？なんで誰も来てくれないの？これじゃ検証にならないんだぜ。ちゃんと餌持ってるのに全然来ませんね。どうして、霊夢さん嫌われちゃったんじゃない？そんな、何か心当たりは？この前肩に乗せようとして殴っちゃったからかな。原因それじゃねえか。なんてひどいことを。いや、でもその後頬袋ぷくってなるまで餌あげたよ。え、本当にそれが原因なの？なあ、んてことはなく、ただ単にハムちゃんが動き回らないよう、お座り状態だったのが原因みたいですね。そしてお座り解除したのでこれで大丈夫な。なんでがっつりお座り状態なんですが、それは。これはイージーミス。それでは仕切り直して、改めて検証に移りたいと思います。これで白黒はっきりするんだぜ。ドキドキ。なんと、際どいな。これは審議、スロー再生だな。まずはこのアングルだな。え、このアングルじゃわからないよね。おそらくこれはマリサの趣味ですね。また職務放棄してる。当然なんだぜ。これは大接戦。けど残念ながら順位をつけないといけないんだぜ。これは2コースのルナが1位だな。
ということは？ということは？このレースは真ん中が強い。要するにできレース上だ。違うんです。いや違わないだろ。まだ2回しかしてないのに決めるのは早いと思うの。ということでできレース上ではないので、ご来場の際はどうぞ楽しんでいってください。やるなら私は2コースにかけますね。当然私も2コースなんだぜ。じゃあ私も2コースで。バッチリ認めちゃってるよ。さあ、そろそろ名前の発表かな。お、ハリネズミたちのか。ついに決まったんですね。うん、視聴者さんのおかげでね。今回もたくさんのアイデアありがとうございました。可愛い名前がたくさんあってすっごく迷っちゃった。あ、ここで名前の発表ですか？いや、ここではまだ秘密。じゃあこのシーンいらないだろ。流れが大事なの。というか、名前とは関係ないんだが、前回連れてきた村人たちはどこにいるんだ？ああ、それならこっちに。え、まさか。どうやらそのまさかのようですね。だってまだ家的なの作れてないからね。拉致監禁。言わないで。早く出してあげないと怒られそうですね。で、できるだけ急ぐね。それでは発表。一人目の名前は、ゆきみちゃん。見た目にぴったりな名前だな。うんうん。そしてもう一人の名前は、大福ちゃん。こっちも見た目通りの名前ですね。まさか。そう、そのまさか、二人合わせて、ゆきみ大福。やっぱりな。いやー、雪見大福美味しいよね。ちょっと溶けて柔らかくなったくらいがいいですよね。がっつりアイスの話になってるし。ということで、雪見ちゃんと大福ちゃんをよろしくお願いします。たくさんのアイデア、ありがとうございますなんだぜ。ありがとうございます。また今度名前募集するときも、どうぞよろしくお願いします。さあダチョウさん、久しぶりの出番ですよ。野生のダチョウが必要ということは、ダチョウの卵か？そういうこと。実はあと2種類くらい新しい種類がいるみたいなの。光のエキスがあればユニコーンダチョウになるんですよね。うん、ユニコーンダチョウには光のエキスが必要だから、またミトさんの懐が潤うわけだな。なんであんな数にしちゃったんだろう。本当にね。あとはスイカの種をあげて、卵が生まれるまで待ちます。この後輩スペースフル活用だな。そろそろ産んでくれたかな。霊夢、卵取ったら気をつけるんだぜ。あ、そうだった。このダチョウさんは野生だから、卵取ったら襲ってきますからね。そうなの。あと結構ダメージが痛い。あとはこの子を孵化させればオッケー。ユニコーンダチョウ、楽しみですね。きっと角とかあるんだろうな。空も飛べちゃったりして。いや、ペガサスじゃないんだから。あ、はい。さあ、卵の設置だ。あ、うん、知ってた。これは次も足元設置のこと忘れてますね。学習能力。はい、生まれました。あっても見た目わからないのに名前決めるの難しいな。ここはイメージでいくんだぜ。ということで、名前は足立さん。いや、なんで？なんで足立さんなんですか？名前は至って普通そうだけど、きっと神々しい姿に違いないよ。要するにギャップってやつか。そういうこと。あら、また来たのね。うん、また交換してほしいの。そんなことより、値下げは値下げはしないわよ。あ、はい。すみません、私が悪いんです。本当にな。早く大きくならないかな。こればっかりはきっちり時間待たないと成長しないんだよな。まあまあ、可愛い動物を眺めながらのんびり待ちましょう。うんうん、あ、鶏さんたち気持ちよさそう。お、成長したみたい。茶色ってことは、足立さんは女の子なんですね。だな。それじゃ早速変身してもらいましょう。ドキドキしますね。過度な期待は足立さんもプレッシャーなんだぜ。おーおー、神々しい。ちゃんと角も生えてますね。この子は一体どんな仕様なんだろうな。雰囲気は完全に飛べちゃいそうだけどね。でもサイクロンみたいに翼はないような。あ、確かに、サドルをつけて検証だな。ふむふむ、どうだ？移動速度は普通の子と変わらないかな。強いて言えば、前が見づらい。まあ、ユニコーンといえばやっぱり角ですし。そうなんだぜ。前方見やすいのが、ダチョウさんのいいところなのに。ところで、空は飛べそうか？あ、そうだった。え？飛べない。え、これってただ痛いだけ？きっと他にも何かあるはずなんだぜ。そうですよ。よし、それでもう一度確認してみよう。
いややっぱり痛いだけだわ。これ、ちょっと色が黄色いだけなのかな。まあ、黄色いから、チョコボに見えなくもないだろ。あ、確かに。言われてみればそうですね。単純。ということで、今回は可愛い可愛いチョコボが仲間になりました。いやユニコーンだけどな。ダチョウさんはあと1種類でコンプリートですね。またブラマイ頑張らないとだ。動物園作りの方も頑張るんだぜ。そうだね、最近建築進んでないもんね。ウプ主が他のゲームにハマっちゃってるからな。別にエイペックスのせいじゃありませんよ。自覚あるじゃん。エイペックスは楽しいので、皆さんも遊んでみてくださいね。ちなみに私は PS4 でプレイしてます。いや聞いてないから。大変ですよ。いや画面の方が大変だわ。え、なんなの、今回ホラー会なのか。一体何が大変なの。気のせいだといいんですが、昨晩地下から変な声が聞こえまして。それはきっと気のせいなんだぜ。あ、それ私も聞こえた気がするなー。嘘だろ。まあこの話は置いといて。え、置いとくの。気になるんだけど。今回、もっと重要なことが起こりました。なんと今回、コメント返信できてません。あ、じゃないですよ、たるんでますよ、しっかりしてください。なるほど、たるんでたから幻聴が聞こえたのか。きっとそうですよ。それだと拡散もたるんでることになるんだが。あ、じゃないだろ。早くここから出してください。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録まだの方は、ぜひぜひよろしくなんだぜ。最新動画やおすすめ動画も、まだの方はチェックしてみてくださいね。それではまた別の動画でお会いしましょう。またねー。